遅かったな。なぜ殿下がこちらに？商談を断られたそうじゃないか。奇妙な話だ。一介の商人が皇太子妃となるお前の要望を蹴るとは。自由に過ごせと言ったのは俺だ。だからこそ攻め立てるのも筋違いだと思い、帰りを待っていたわけだが。お前でも夜に男と二人きりにされればそういう顔をするのか。申し訳ありませんでした。夜に一人で城を抜け出すなど婚約者としてふさわしくない振る舞い。あなたの名誉まで傷つけ。そんなことはどうでもいい。怪我などしていないな。はい、していません。今後お前が城下に出る際は俺も同行する。え？言ったはずだ、自由にしていいと。そして俺はそれに手を貸すため。そんな、私の身勝手な行動に殿下を付き合わせるわけには。自由にしていいとは言ったが、危険な真似をしていいとは言っていない。なんだ？甘すぎでしょ、私に。お前のことだ。絶対に城下に出るなと制限すればまた黙って抜け出すのだろう。髪色を染めてでもな。それよりは条件付きで許可をした方が抑制できそうだ。そんなに分かりやすいですか？私は。いや、むしろ分かりにくくて予想がつかない部類の人間だと思うが。楽しんでいるでしょう、あなたといい、会長といい。会長か。お前とアリア商会の間に一体何があった？殿下。なんだ？お腹が空いていませんか？